左利きのエレン5万円からスポンサードできます。ピクシブファンボックスやります。どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトンなどを書いております。今日はですね、フリーランス作家業で食べていくにはという話をしたいと思います。最近そっち系の登壇の依頼が多くてですね、先日だと、サントリーさんのクローズドのイベントで大学生に向けてそういう話をしたり、で直近だと武蔵野美術大学母校なんですけど、そこでまさしくそのフリーランス作家業の勧めみたいな、そういう話をさせていただきました。なんか結構意外とその歴ももう長くなってきたんで、だいぶ経つので、インディーズ漫画家っていうそういう限られた世界だけじゃなく、そのフリーランスの作家業っていうところに向けてちょっとお話しできることが少しあるかなと思う。そのトークイベントね、やると毎回50人から100人とか、それぐらいにしかリーチできないので、その人たちの前で話すだけなんで、YouTube でも少しそういう話をしてってもいいかなと思って、ただ再生数があんまりいかなかったらやめます。全部話すとそれこそ 2,3 時間になっちゃうので、その中でトピック順不同で、私が今話したいなと思うトピック順でこう動画にしていこうかなみたいなシリーズでございます。で今日はですね、数日前ぐらいから X でちょっと話題になっていた、ジャンプの原稿料めっちゃ高いねっていう話漫画の原稿料っていうものについてちょっと話してみようかなと思ってます。フリーランス全般で言うと、そのお仕事の単価ですよね。漫画の話で言うと、そのジャンプがね、確かね、ちょっと今スマホで撮ってるから検索できないですけど、いくらだっけ ?1 ページ2万からみたいな、とんでもない金額をもう発表してたんですけど、そのどこの出版社とかじゃなくて、その僕がデビューした頃の10年ぐらい前の、なんとなくの肌感覚で言うと、だいたい1万円っていうイメージ。1ページ1万円。そんな感じのイメージ。ちなみに原作者だと全然1万なんかもらえないんですよ。それが基本で、その出版社によりけり、そのちょっと新人さんだととかで、9000円、8000円とかなんかそういうケースもあるらしいみたいな。でもなんとなく、普通は1万円みたいな、そんなイメージ。で、キャリア積んで、その漫画の本が売れ始めると、ちょっとずつ上がるみたいな。先輩の原稿料とかで、15,000円ですか、すごいっすね、みたいな。そういう感覚だったんですけど、2万。ジャンプ2万。おー、すごい金額ですよね。ただ、やっぱジャンプで連載してる漫画だったら、それぐらいはもらうかって感じもするし、ただ羨ましいっていう、羨ましいなって、2万すげえなっていう、僕はそれぐらいの感想なんですけど、で、それでですね、すごい著名な、個人的にも好きな、先生が、ツイッターでですね、ちょっとこれ、かいつまんで言うんで、あれですけど、確かに、通常の1万とか、他の出版社の、原稿料だと、連載準備金になりにくい、みたいな話をされてたんですね。で、本当にごもっともだなと思ったんですけど、これ、どういうことかっていうと、他のフリーランスとか別の職種でも言えると思うんですけど、仕事を受注して、仕事を始めて、フィーが発生するまでの間、これがね、フリーランスの、大変なところだと思うんです。会社員だと、大きいプロジェクトやります。で、3ヶ月、半年後だ、みたいな、そういうプロジェクトに参加したとして、毎月普通に固定給出るじゃないですか。フリーランスだと、仕事を受注して、形になって、いざ動き出して、成果が出て、入金、みたいな。その間、これどうやって暮らすんですかみたいな。年収で言うと、会社員時代を超えていたとしても、入金がだいぶ先になるっていう問題があるんです。で、漫画家の場合は、皆さんも、想像しやすいと思うんですけど、そのアシスタントさんとか、多分取材とか、ちょっといろいろ、経費的なもの。あと普通に家賃とかね。家賃、光熱費。生きてるだけでその家が発生してるんで、家の、とにかくその準備金が必要だと。普通の原稿料だと、もうギリギリのギリギリなんですっていう話を、されてたんですね。だから言っちゃえばそのね、2作目、3作品目だったら、ある程度貯金があって、その貯金を切り崩して、
まあ、準備金ってできるんですけど、まあ、デビューの人とか、まあ、大変じゃないですか。まあ、結局漫画家だと、その本が売れてなんぼみたいな皆さん思ってると思うんですよ。まあ、もちろんそうなんですけど、あの、本が売れて、すごい重版かかって、印税がすごいたくさんもらえる。でも、それは、その、結構先の話で、活動を継続しないといけないんです。だって、左利きのエレンなんて、あの、結構珍しい作品で、この4巻、まあ4巻出たぐらいから、ちょっとずつ人気になったんで、それまでね、重版かかんなかったんですよ、ね。連載始まってから1年間ぐらい、本当の最低賃金みたいな、なんかその、そういう時期はすごい長くてですね、まあ死活問題だったなって。漫画がねドーンと売れて重版かかるは素晴らしいし、あの大きい仕事を数百万のお仕事ドーンと来たっていうフリーランスも素晴らしいんですけど、あのやっぱり大事なのは毎月あの今月を生きることで、それはさ半年後にさ100万の仕事が来るかもしれないけど、その半年間どうやって生きるんだっていうところとか死活問題じゃないですか。結構そこをどう生きていくかっていうところが、あの作家業フリーランスで一番悩まなきゃいけないところで戦いなんですけど、あ、大きい仕事を受注するにはどうしたらいいですかみたいな、そういうあのなんかアドバイスとかもまあできるんですけど、最初に順序としてやっぱり日々活動するにはどうしたらいいかっていうところはまあ悩みの種だろうなと。まあそれで言うと、まあ私はそのインディーズ連載をしていて、ノートっていうプラットフォームでインディーズ連載していて、まああのインディーズ漫画家って呼ばれることもあるんですけど、その、出版社の仕事もしてるし、両方のいいとこ悪いとこ、まあ大体わかるんですけど、まあもともとなんでそのインディーズ連載になったかっていうと、原作版左利きのエレンっていう私の絵で描いてる方の左利きのエレンは、あの出版もそのインディーズでやってたんで、その、まあ、自費出版に近い形で、あの、販売代行のナンバーナインっていう会社が入ってるんですけど、いわゆる出版社とのお仕事ではなかったっていうので、まあ、あの、成り立ちからインディーズ漫画ではあるんですが、あの、よりインディーズ味が増したのは実は近年で3年ぐらい、2、3年前で、あの、今株式会社ノートさん、ノートさんが運営していたケークスっていう媒体でやってました。で、ケークスが廃刊になっちゃったんですよね。もうウェブサイト閉じますってなっちゃったんで、その時に初めて、その、本当の意味でインディーズ漫画としてやらなきゃいけなくなったと。まあ何の話かっていうと、その媒体に依存してるとちょっと怖いよねっていう話を。漫画が廃刊になるって別になんかそこまで珍しいことじゃないんですよ。割と、廃刊続いてますし、まあ今媒体もめちゃくちゃ増えてて、その、いわゆるそういう、まあ巨大出版社系とか、老舗とか以外の、やっぱり、あの、新しい媒体も多いですし、その、一個の媒体に依存するのって結構危ないよなっていうのはずっと、ケークス時代から思ってました。で、まあ、案の定って言い方悪いですけど、まあ、ケークスも終わりを迎えてしまったと。まあ、いろんな出版社とつてを作っていくっていうのは、まあ、一個ライフラインかなとは思いつつ、その、なんかね、その、フリーランス作家業ってなってくると、その、真の意味で独立、って呼べるのはその媒体に依存しなくなった時だと思うんですよね。その例えばさ、そのまあ有名作家さん、自分が好きな漫画家さんがすごい好きな人がいて、その人が今まで読んでた媒体じゃないところに移籍されたとしても、その人目当てで追っかけるかどうか、媒体にじゃなくて作家についてくれてるかっていうのがすごい大事で、これってその当たり前じゃんと思うかもしれないけど、その作家にファンがつくって本当に珍しいっていうか、作品にファンがついてるのと作家にファンがついてるって多分100分の1ぐらいに減るんですよね。左利きのエレンのその読者数がまあわかんない50万人だとして、あ、ごめんなさい、100分の1言い過ぎか。あの、まあ、50万人だとして、カッピーの次回作に期待してくれる人は多分5万人ぐらいなんですよね。これ、でも、全然、その、卑下してるわけじゃなくて、他の漫画家先生もぶっちゃけ、平均はそんなもんだと思います。10分の1以下だと思います。っていうか、その作品の作家名ってあんま覚えてないじゃないですか。その、井上武彦先生とか、あの、富樫先生とかは別だけど、その次元じゃないと、作家まで追っかけてないっていうか、
好きな漫画いくつか挙げて、その5番、第5位以降の漫画って作家名、なんか字面は浮かんでんだけどな、みたいな。なんか、その程度じゃないですか。で、その先生がさ、例えば5年後に他の媒体で新連載始めたとて、終えますかっていう。気づきますか？気づくの時間かかったりしません？なんか、4巻ぐらい出て、あれ？あの先生連載してんだ、みたいなさ。なんかの表紙に知るみたいな。知らなかった、絶対読もう、みたいなさ。それは終えてないんですよ。見失って。作家に巻かれてるんですよ。巻かれたみたいな。あれどこ行ったみたいな。そういうのがあって、いや、要はだから、一個代表作ドンと作ったからといって、じゃあ、第2作目やりますって言って、そのままそのお客さんがごっそりついてくるなんて甘い話じゃなくて、やっぱり媒体とか作品に依存してるんですよね。その作品に集まってる人たちなんで、作品をは、媒体に集まってた。ジャンププラスを読んでる。その中で左引きのエレン読んでた。でもカッピーって漫画家誰だっけ今何してるみたいな。そういう人が大半なんですよ。だから、本当にインディーズ連載とか、作家業で独立して生きていくには、その辺の問題と向き合わなくてはいけなくて。っていうのをですね、ケークス廃刊に際して、私が連載してた媒体の廃刊に際して、強く思いましたね。で、まあ、ケイクスの場合は、本当に頑張って、ノアの箱舟じゃないけど、みんなこっちに来てくれ、ケイクスは今から沈没します。その続きをノートで連載しますって言って、ものすごい、住民大移動作戦をやったんで、なんと、その時は多分、本当に 95% 以上ぐらい、ついてきてくれました。で、今なんならそのケークス時代より読者数増えてるぐらいなんで、まあ、だいぶ移行は完了プラスアルファかな、みたいな感じで、まあ、うまくいったんですけど、すっげえ大変でした。めちゃくちゃ大変な、もう死ぬかと思ったぐらい大変なことになって、うん。お金的にもさ、心理的にもさ、超やばかったし、っていうのが、まあ、2、3年前にあったと。で、こういうことはなんか全然他の媒体、商業誌でも全然あると思ってて、なんか廃刊に伴う打ち切りがやっぱ世の中で一番悲しい打ち切りですからね。まあ、あり得るっていうのはやっぱ頭の片隅に入れとかないといけない。で、どうしたらいいかっていうと、作品にファンがつくのはまあ連載してたら当然なんですけど、あ、この人の次の作品を見たいなって名前は覚えとこうかなみたいな、そういう意味のファンなんですけど、作家につくファン。うん。そんでですね、まあ歴史をそう辿ると、その時に私一個、まあ大きなターニングポイントに差し掛かってまして、ケークスから、まあ独立するにあたって、自社メディアの立ち上げを検討したことがあります。ケークスみたいなやつを自分で作る作戦構想を練ったことがあって、なんなら、これ、まあ実現しなかったんで別にヨタ話なんですけど、ケークスを買おうかと思ったぐらい、ケークスをもう自分のものにしちゃって、自分で運営したらどうかって検討したぐらい、なんかそういう自分の媒体が欲しかったんですよね。で、その理由はまあ後で話すんですけど、まあ自分の媒体持ったらさ、ケークスプラスみたいなさ、なんかそういうのを作ったとして、もちろん左引きのエレン連載するし、自分が好きな作家に声かけて、ケークスリニューアルして私が編集長なんで、連載してよ、みたいな、そういうのもめちゃくちゃ楽しそうだな、みたいな。まあ、っていうのが、まあ、A プラン。で、B プランが、独自メディア立ち上げ。自分から一からメディアを作る。で、それも、ちょっとできなかったです。で、できなかった、もう最大の理由は、お金。もう、お金がかかりすぎる。自社メディアを作ろうとしたら、本当に、千万コースなんですよね。千万台で収まるかな、みたいな。2000万いくかな ?3000 万下手したらみたいな、多分そういう世界で、ここを深掘ってもしょうがないんで、軽くで言うと、お客様情報の扱いってめちゃくちゃ金かかるんですよ。普通にハッキングされたら終わりなんで、そこのセキュリティ対策とか、クレジットカードの扱いとか、その辺がめちゃくちゃシビアで、やっぱりちょっと現実的じゃないな。それが、そのせいでさ、僕が倒産でもしたらさ、漫画描けなくなっちゃうから、だから、でも結構見積もりまで行きました。見積もりまで出したぐらい、本気でした。で、まあ今も別にそれは可能性ゼロではないんだけど、まあさすがにちょっと、まあ、どうかなっていう、やるんだったら、ケークスみたいに、オウンドメディア、自分が好きな作家を集めて、自分だけの
ウェブ雑誌を作るとかは結構夢だなとは思いつつ、本当に死ぬほど金かかるんで、なんかどっかと組んでやれたらまあぜひって感じなんですけど、ただ今のところちょっと難しいなっていう。そう思うぐらい、なんかずっとその媒体に全てをその預けちゃダメだと思ってて、だからまあ、会社員もそうですよね。会社員と同じかな。その自分の会社に、もう、この会社がなくなったら私死んじゃいますみたいな状況って、やっぱ怖いじゃないですか。だから、万が一、その会社が倒産しても、あるいは媒体が廃刊になっても、食っていける。つまり、ファンを移籍できる。今まで培った読者っていうものを引っ張っていけるだけの何かしらの方法は、持っといた方が良くて、まあそれのまあ分かりやすいのが SNS ですよね。でこの YouTube とかもまさにそうではあります。まあだからそこのその作家と SNS って話はそれはそれでまた1時間ぐらい話せる内容であるんで、またちょっといつかリクエストなどあったら、やっぱり何らかの方法で読者を囲い込まないといけない。その本当にもう名前だけでも覚えて帰ってください状態ですよね。連載が終わってもカッピーっていう4文字は心の片隅に置いといてねって、カッピーって文字を他の雑誌とか他の本屋さんとかの店頭とかで見かけたら、お、あの人かって思い出してねっていう、そういうドブ板営業というか、その少しずつ名前を覚えてもらうっていうのはやっぱり命綱になると。今結局なんかまあ紆余曲折あってノートで連載するっていうすごいスタンダードな方法に落ち着いてますが、そのノートで運営するだけでも実はかなりお金かかってまして、まあやり方次第だと思うんですけど、別にノートはタダで使えるんで、そのやり方次第ではあるんだが、私の場合はその原稿の写色とかをそのまあ外注したりとか、結構その漫画を作って運営するだけでもまあ正直物入りだと。最初の話に戻るんですけど、その漫画家が、連載中に必要なお金ってやっぱり印税だけだと足りなくて、足りなくてっていうか、印税はもうある種ご褒美っていうか、その、またちょっと考え方は別だと思うんですよ。その日々の活動に必要なお金っていうのは、やっぱりその日々の活動で稼がないといけないと思ってて、で、ノートの場合はそれがダイレクトで読者の課金によって行われているという、かなり幸せなお金の稼ぎ方をさせていただいてます。ノートってまあ普通に毎週無料で読めるんですけど、その1週間過ぎたらメンバーシップ限定公開っていう形で、そのメンバーシップに入ってると過去話がその読み放題、もう今までの全ての漫画が読み放題っていう形でやってるんですけど、まあめちゃくちゃリーズナブルというか、500円で読み放題なんで、500円でもう36巻分ぐらい読めるんで、めちゃくちゃまあリーズナブルだとは思ってるんですけど、これも結局さっき何度も言ってるように、とにかく読者に目の届く範囲に読者にいてほしいんですよ。これからも いろいろ連載とかやるから、新しい作品とかやるから、だからもう500円でも別になんか100円でもよくて、そのこう集めときたいんですよね。で次私がジャンププラスで連載するときとかも、その人たちにやっぱり最初に応援してほしいし、見つけてほしいから、本当にもうその少額でもいいから、とにかく集まっといてもらいたいっていうのが、まあメンバーシップの結構醍醐味で。なので、まあ過去話が全部読めるっていう意味だと、まあ500円で全話読めるわけだから、そのだいぶお得はお得だと思うんですね。で、プラス、そのメンバーシップの方々のお名前っていうのを、その、まあ電子書籍の巻末に入れてます。こういう感じで、こういう感じで、メンバーシップの人の名前が入ってると。だ本当にこの人たちのおかげで私は日々、まあ、漫画家としての活動、日々の活動を行えているっていう、まあそういう幸せな関係っていう感じです。今日ね、まあ、もう一つすっげえ大事なお話をしたくて、さっきのその漫画家の命綱、なんか命綱は多い方がいいっていう話をしたじゃないですか。それで言うと、今の今まで、今度はノートに命綱が1本しかなかったんですよね、インディーズ連載において。だからそれってケークスの時と変わんないじゃないですか。ケークス廃刊したから、いやーどうしよう、大騒ぎ、みたいなさ。今は今で、そのノートがもしなくなったら、で、まあもうノートがなくなるっていう、まあ考えにくいけど、その、例えばメンバーシップ機能がなくなったらとか、メンバーシップ機能がなんか解約になったらとか、そういう心配は正直あると。別にノートが心配、ノートっていうものを不安視してるわけじゃなくて、普通に、そういうことはあると。
だから、YouTuber の人たちもさ、結構 YouTube なくなったらどうなるんだとか、YouTube に、Google に、なんか、命綱預けてるみたいな、そういう議論はあるじゃないですか。それと同じ話で、やっぱりノートがなくなったらもう、廃業ですみたいな、それはさすがに困ると。ピクシブファンボックスやります。丸ごと同じ内容を、ピクシブファンボックスに移籍しまして、移植しまして、プレステ版とセガサタン版みたいな、なんか内容同じなんだけど、メディアが違うみたいな、そういう感じで今やってます。なので、ピクシブの方がもし、馴染みがあるとか、使いやすいとか、もしそういう人がいたら、そっちの方で見てもらえたらなと思ってます。まあ、好きな方を追っかけてもらえればと思ってます。そんで、これが、こっから先の話が結構、私独自の、まあ、珍しいやり方かなと思うところを、今、そのメンバーシップで、その作家業を活動されてる人って、まあ世の中に無数に、いらっしゃると思うんで、私の場合は、プラスでやってることがありまして、漫画の最後に、スポンサー枠っていうのを作ってます。さっき見せた、その漫画のその巻末には、その、まあ個人名が、こうやって、まあ個人名というか、ノートのアカウント名が、わーっと書いてるんですけど、それとはまた別で、漫画の最後に、提供枠ということで、企業さんが入ってます。左利きのエレン、5万円からスポンサードできます。めちゃくちゃ安くないですか？まあ、企業価格ね。企業価格。企業価格で5万円安くないですか？月5万円。で、ロゴが出ると。で、これまでも結構いろんな企業さん、入ってもらって、それこそ枕のブレインスリープとか、まあ、クールごとにこう入ってもらって、で、入れ替わったりして、で、ずっと支援してくれる人もいてとか、いろいろあるんですけど、で、その中で、まあ、コラボが生まれたりとかもあったり、宣伝効果とか、何かそれによってなんかサイトの流入が増えたりとか、正直そういうのは、期待しないでください。で、何のためにやるかっていうと、左利きのエレンの読者に、この企業は、左利きのエレンを応援してる企業なんだって、知らしめる、それだけです。で、それって、なんか、確かに5万円って別に高くはないけど、それって5万円の価値あんのって思うじゃないですか。そこのね、なんか、費用対効果で言うと、正直、ぶっちゃけないです。5万円の価値はないです。ただ乗ってるだけなんで。でも、なんか巡り巡って、そこで私とこう、繋がって、仕事が生まれたりとか、コラボレーション生まれたりとかは結構あるんで、つい先日も結構話題になった、インスタグラムでやってる柳さんボット、柳ボット、AI 柳さんってあるじゃないですか。あるんですよ。AI 柳さんつって、コメントすると AI の自動返答で柳さんっぽく返事してくれるっていう、そういう施策をやったんですけど、それも、そういうテクノロジーを持ったロックスさんっていう会社とやらせていただいて、それのきっかけも、もちろんこの提供枠。で、だから僕ももちろん無償でやったし、そういうのを作らせていただいたりとか。なんか、まあ、そういうチャレンジ案件とか、そういうのは一緒にできるきっかけになるのが、まあスポンサー枠かなっていう感じ。まあすいません、最後ちょっと普通の一般視聴者の方では全く関係ない話しちゃったんですけど、なんか、まあとにかく5万円から、月5万円で、まあ左利きのエレンにスポンサードできると。まあ、それの費用対効果は分かりませんが、そこから何か生まれる、何かもあるかもしれないという感じです。あと何かあったかな。だから、メールください。なんか、で、とはいえ、なんか、費用対効果云々も、多分、社内倫理通すために、なんか、ある程度数字必要みたいな、なんか、誰が、どれぐらいの年齢層の人がどれぐらい見てる場合、なんか、漫画なのかとか、そういう、なんか、営業資料的なの必要だったら、メールで送るんで、まあ、メールください。はい。詳しくはメールでという感じで。まあそんな感じでちょっと今日はフリーランス作家業で食っていくっていう話をちょっとさせてもらいましたが、ちょっとね、今日早口だったでしょう。早口だったことからもお察しの通りなんですけど、今はちゃめちゃ忙しくて、なんか、はちゃめちゃ忙しいんですよ。なので、結構反響あったなと思ったら続編やります。ただ、反響微妙だったら続編やらないかもしれないです。また、この手の話、なんかこの辺を、
話してほしいみたいな、もしあったらコメント欄でください。まあそんな感じで、YouTube はもう左ひねれんとか私の作家業についてとかいろいろ話を続けていくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録が増えると、なんかまた動画作りたいなと、モチベーションにつながるので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。